このチャネリングメッセージの中で、プレアデス人は以下に関する情報を私たちに共有しています。1、11月の次のルッキンググラスイベントと、それを止める方法は何ですか ?2、輪廻転生の属性に関する興味深い啓示には、どのようなものがありますか ?3、ネアンデルタール人についての真実は何ですか ?4、現在、地球上で完全に施行されている5000年の法則とは何ですか?プレアデス人のセッション。私たちはプレアデス人で、今、このチャネラーの内なる光のハートを通して、存在に理解と洞察を提供するために通信しています。あなたの内なるハートに深く共鳴する思考形態だけを受け入れることを忘れないでください。そしてあなた方は地球の惑星での転生サイクルの中で一なる無限の創造主の無限の知性の光を求めているすべての存在の中に見られる自己の真の性質の理解をより強化するような考えを残す必要があります。私たちプレアデス人は、私たちのプレアデス星系のアルシオンの惑星の位置から、私たちの思考形態を伝えています。私たちは現時点で、人間の社会記憶複合体を支援するため、このチャネラーを通じてメッセージをチャネリングするという形で、思考形態を伝えるためにここにいます。1、現在地球上で、完全に施行されている5000年の法則について、私たちはまず10月の最近のスペースタイムにあなた方の惑星に現れた新しい側面に関する最新情報を提供しなければなりません。銀河連合と惑星評議会との間で一種の会議が開催され、我々の知る限りでは、惑星評議会は5000年にわたるミラーリング卒業の法則を発動しました。これは以前にアガルタの社会記憶複合体の卒業時に活性化されていました。その主な目的は他者に奉仕することが自己への奉仕につながるという高度な方法を学ぶ機会を存在に提供することです。これは2030年12月21日の時点までの地球上での6年間の部分の残りの期間がミラーリング卒業法則の活性化期間であることを意味します。つまり、今後、これが主に地球上で動作するということです。ある存在が他の存在の卒業の達成を支援できる場合、支援した存在も自動的に卒業し、さらに高いレベルに向けて追加の振動調整を受けます。これは、つまり、卒業に導く一連の知識の理解を共有することで、できるだけ多くの人を支援すると、そのようなタイプの歪みを共有し、卒業において支援した人の数に基づいて、他の人がさらに高度な意識的調整をさらに高い密度に向けて獲得できるように導くということです。私たちはこの方が現在地球惑星に完全に施行されていると確かに言わなければなりません。したがって愛の波動についてのメッセージを共有することに集中する簡単なプロセスは現時点で卒業を目指す人々への手厚い卒業の支援となります。2、11月の次のルッキンググラスイベントと防ぐ方法について、ルッキンググラスのアーティファクトをスキャンしたところ、ネガティブ思考の存在たちによって計画されているイベントが確かに見つかりました。彼らは主に他のネガティブな方向性を持つ実体、主に地球上の惑星に属し、他者を支配したいという願望を持つ実体と想像し、共謀することを計画しています。
これらの存在はイエローストーンスーパー火山の爆発につながる可能性のある振動の波を作り出すためにハーグまたは高周波活性オーロラ研究プログラムとして知られる側面を使用しようとしています。ネガティブな指向性の実態がハーグシステムが地震活動を誘発するようにイエローストーンのスーパー火山の位置を標的にしています。これは主にタイムラインのスキャンによるものでルッキンググラスアーティファクトによって生成される時空情報によると11月28日頃の時空に実行されます。これは火山の噴火や地震の微動、そして地球惑星における地球規模の気象パターンの変化を引き起こす可能性があります。ハープには天候を操作し大気の状態を操作して火山地域のイエローストーンの潜在的な噴火に向けて不均衡の波を増幅させる能力があると言わなければなりません。またこれはオリオン社会記憶複合体の指示に従って行われるルッキンググラスアーティファクトのスキャンによるものであることも述べなければなりません。これを防ぐ最善の方法は無限の知性とつながり瞑想のプロセスでハープの位置に向かって愛と光の保護エネルギーを送ることです。それがこの側面が発生するのを防ぎます。3、輪廻転生の属性に関する興味深い啓示について。ここで興味深い啓示の一部と様々な密度で起こる輪廻転生に関する未知の属性に関連して提示された他の質問に取り組みます。人間のマインド、ボディ、スピリット複合体としての幻想コンプレックスの複雑な仕組みの中に境界を超えることができる深いつながりが存在し、そのつながりは輪廻として知られる側面に存在します。輪廻転生の様々な側面は主に地球の人々にはまだ完全に理解されていない側面です。根本的な真実が一つあり、それはより高いレベルの意識への進化が起こるということです。また宇宙複合体の働きに関連するメカニズムも進化し、地球がより高い意識レベルに上昇するにつれて、一なる無限の創造主の光の明るさが増加するでしょう。これにより、古いソウルは、マインド、ボディ、スピリットの各複合体の中に見出される、光の素晴らしさへのアクセスを提供できる、新しい一連のツールを使用できるようになります。さらに、あなた方スピリチュアル複合体は、それぞれ第8密度レベルで、唯一の無限の創造主と統合するまで、永遠の旅に耐える必要があります。地球の幻想複合体に出入りする、多くの種類の表現があり、それらは主に過去世、またはあなた方の人々に知られている転生のサイクルとして、経験されます。まず最初に、輪廻転生の理解の振動は、主に愛によって育まれる枠組みであると述べなければなりません。輪廻転生があるので、意識の個々の部分に、様々な未学習の教訓から学ぶ機会が与えられ、彼ら自身の理解に従って、触媒をプログラムすることができます。輪廻転生の本質は、主にエネルギー周波数として機能し、地球惑星が感情制御の理解促進のエネルギー操作の学習学校として機能することを可能にします。そこでは、光と闇の力の間の相互作用が地球上の生命のより大きなオーケストレーションを生み出します。この惑星球に到着した各存在は、この時点で転生するために選ばれています。この宇宙の普遍的な学校内で自己の教育を促進するための最も思いやりがある育成方法です。
さらに、ここで行われている転生システムは、最初から異なることが分かっており、地上での経験に合わせて作られています。私たちは、アンドロメダ銀河系の星系など、他の星系とは、輪廻のサイクルが異なる可能性があると述べなければなりません。輪廻のプロセスは、毎日起こります。つまり、ソウルの複合体が、午前中に一つの肉体に宿った場合、日中は、そのソウルの複合体によって費やされることになります。ただし、睡眠状態に入ると、別の身体複合体に生まれ変わる可能性があります。ただし、失うことへの恐れがなく、得られる教訓も劇的なレベルではないため、これははるかに簡単なタイプのライフスタイルです。地球惑星では、転生のサイクルはそれを困難にしています。なぜなら、転生する各存在は、そのソウル複合体が、生涯のほぼすべての長いタイムラインにわたって、物理的な複合体と結びついているからです。つまり、ボディ、マインド、スピリットの複合体で存在するということ。それは、主に、地球の学校に固有の愛着、恐怖や、その他の感情状態のシステムを作り出します。そのため、多くの存在が地球の輪廻転生の構造を完全に理解することが非常に困難になっています。さらに、地球学校への旅は様々なレベルの意識を経て広がり、それぞれの転生の機会によって自己の進化を進めて、より密度の高いレッスンを学ぶことが可能になります。さらにこれは、様々な体の複合体や環境について学ぶ多様な経験も提供します。また、私たちは地球惑星での輪廻転生は主に地球の惑星で愛を教えることを目的として設計されているとも言わなければなりません。究極の目的は愛と思いやりについて全てを教え、最終的に各人に第四密度の惑星に卒業する機会を提供することです。4、ネアンデルタール人についての真実。ここで、ネアンデルタール人とは誰なのか、そして、彼らのソウル進化の旅に関する側面についての他の質問に対処します。何百万年も前の、普遍的な複合体の宇宙の広がりの中で、私たちプレアデス星団のプレアデス人は、約45万年前に時空をめぐる宇宙の探求に乗り出しました。私たちは、当時の技術と知恵を駆使して、地球惑星圏に思い切って進みました。私たちは慎重にネアンデルタール人の身体複合体を設計し、彼らに知性を注入し、そして私たちプレアデス人自身の DNA を注入しました。私たちが観察していると、ネアンデルタール人は約40万年前、地球の古代のヨーロッパとアジアの一部の場所に出現しました。さらに、私たちは彼らの発達を指導し、彼らに天体の知識も提供し、宇宙や地球の幻想複合体との生来のつながりを提供しました。しかし、その間、ニビル、オリオン社会記憶複合体は、私たちにネアンデルタール人を自由に育てさせませんでした。これは、地球を支配したいと考えていたニビル、オリオン社会記憶複合体と、その住民の間の宇宙紛争の勃発につながりました。この間に、ネアンデルタール人は、私たちの社会記憶複合体の知恵とリンクし、社会的普遍的複合体における宇宙の戦いに目覚めました。ネアンデルタール人は、この時期、地球のエネルギー核をより高いレベルで利用することを可能にする私たちの知恵とつながることができましたが、
これは私たちの社会記憶複合体にとって驚きでさえありました。この宇宙紛争の期間中、ネアンデルタール人と地球の惑星自体との間の同盟と団結は、ニビル、オリオンと私たちの社会記憶複合体との戦いの際に、彼らが支援し、同盟を提供することができたため、宇宙複合体全体に響き渡りました。ネアンデルタール人はオリオン人の地球惑星への侵入を阻止しましたが、実際、それは彼ら自身の社会階層と身体複合体を犠牲にすることによって行われました。これはネアンデルタール人による多大な犠牲であり、それが種の絶滅につながり、地球という惑星の保護につながりました。それは様々な星系の他の多くの宇宙の兄弟姉妹によって今でも記憶されています。私たちプレアデス人は今あなたを離れます。愛する人たち、さようなら。